ミのゴミラジオ始まりまりしたバカです今回はですね、m 1グランプリ歴代最下位に順位をつけてみたという回でございまして、m 1グランプリっていうのは、もう結構な何回ですか、もう16回行われてるわけですよ。その16回あるってことは、16組の最下位がいるわけです。 でも、本当に、頂上の最下位なんで、全然最下位っていう言い方が合ってるかどうかわからないですよ。面白いんですよ、もちろん。ただ、その、最、あの、決勝での9組、10組のメンバーの中では、最下位っていうことなので、テレビだけ見てる人は、一番面白くないという風に言う人もいますが、すごく面白いです。そして、最下位になると、落ち込む人も結構いますが、めちゃくちゃ面白いので、そこは落ち込まなくていい。 かなとは思うんですけどもあえてそこの最下位にスポットを当ててあの順位をつけてみましたということでございましてえ今回ねまあ m 1グラブ2020は最下位は東京ホテイソンさんだったんですよねで周りからの評判がね m 1決勝後も非常に高くていや最下位のイメージなかったよという言葉が多くすごく面白かったともちろんそうなんですよ決勝に残ってますからねじゃあ 歴代の最下位の中だったら何位なのかなっていうのを今回ちょっと順位つけてみましてこれね順位つけるのがねちょっと難しい回もあるんですよというのも合計点でしてしまうと審査員の人数が違う時があるんですよ一番多い審査員の数が7人なんですよねね今でもやってる人数7人で一番多い人数は9人の回 もあるんですよ2015とかは過去のチャンピオンが審査をしてアンタッチャブルさんだけ出なかったので 9, 9人とだけども2001年は1000点満点なんですよというのはどういうことかって言ったら審査員7人と札幌大阪福岡のお客さんで100ポイントずつあるんですよよす合計300ポイントってことで計1000ポイントっていうのもあるので

2001年,1年の10位は、小木屋萩さんですね。得点は540点という、なかなか絡めで、まあ2001ということは点数の基準もあまあ、なかなかどうやってつけていいか分かんないというのもあったので、ちょっと辛めだったんじゃないかなという、ね、えー。で、審査員が7名で、札幌、大阪、福岡で100ポイントずつあるという。 1000点満点の中の540点ですので平均点平均が54点になるわけですよね100点満点中なかなか辛いですよねで沖きやはがきさんはすごく面白かったとも思いますしねボーリングのネタですかね噂では新ネタだったんじゃないかみたいな話もありますけどそこも含めても単純に面白かったなと思いますけどもちろん再開中の再開でもこれはもう本当に面白い今の活躍を見ていただければ分かるけどまあ おぎやはぎさんのネタ平場、まあ、どれをとってもでまたコンビ仲漫才師コンビ仲仲いいっていう表現の代表だったんじゃないですかね漫才師って意外と仲悪いっていうのが多かったんですけど仲いいっていのを前面に押し出して漫才中にそれをあえて見せるっていう表現はやっぱりお,おぎやはぎさんからだったんじゃないかなというぐらいのイメージすらあるのでまあほに革命児と言っても過言じゃない。 ですよねえー、続きましてデデデデデデデン15位2002年ですねやっぱ初期でまだやっぱり。 ちょっと初期の頃はね、点数がシビアだったかな、審査員の方もね、立川男子師匠のね、50点なんてのもありましたし、松本さんなんても60点、65点なんて平気でつけてましたけど、今は90点ぐらいしかつくれないですからね、やっぱそこら辺の、えー、柔軟性も今に比べてなかったんじゃないかっていうのが初期ですね、これはしょうがないのかなっていう。この時は審査員7名ですね、その時の9位がアメリカザリガニさんなんですよ。アメリカザリガニさん、ね、この初年きのはね、やっぱり。 松竹勢いあって、増田岡田、アメリカザリガニなんていうのはね、常に勝レドカウケで、もう無敵ゾーン入って、そんな中決勝に来たアメリカザリガニさんが9位と、平均点525点。ねええー、平均70、平均点でいくと75点です。一人頭75点の採点になりますね。まあこれもちょっと辛いですよね、まず。ね 16位の54点はちょっと辛すぎるけど、75点。なかなか今は75点なんで得点、審査員の方つけないですよね。だからまあ、初期での、まあ、しょうがない部分なんじゃないかなと。続きまして、13位。14位ではなく13位です。なぜなら13位が2組いるので、14位なくなりました。じゃあ、13位発表いたしましょう。まずは2003年。 2001, 2002, 2003はこれほど審査がシビアだったってことですね。9位、千鳥さんですね。こちらも審査員7名ですね。で、552点なんです。合計点が。で、平均だと78.857点なんですね。千鳥さん。でも今の活躍を見ると、千鳥さんがどれだけ面白いコンビなのかっていうのはもう一目瞭然ですよね。 で、続きまして、13位同率ですね。でででん。2005年9位。南海キャンディーズさんですね。合計が552、ね、点。審査員は7名。平均が78.857と同じですね。まあ、こちらも、最下位でもこんだけテレビに通用するってことは、もう決勝に出た時点で全国区でもう普通にテレビのスターになれるだけの 能力、才能は持っているっていうことが証明される。そのぐらい M1 グランプリっていうのは決勝に出るのが難しくて、決勝全員が超一流っていうことが証明できますよね。うん、そして続きまして。12位。でデデででんと。2006年でございますね。9位。ポイズンガールバンドさんですね。これ合計点が570点。審査員は7名。 で平均点が81.428ですねポイズンガールバンドさんは過去3回決勝に行ってるもう m 1グランプリにドハマりしてるコンビですけどなかなか攻める切り口というのが強いために、まあ、決勝ではまらないこともあるけども見てる芸人からするとう,わうっとりするようなネタをやってまあポイズンガールバンドの吉田さんなんていうのねライブでも最近ちょくちょくご一緒になることもあるのでねお世話になっておりますけども ここもねまだでも570点ですよ辛いですねでも平均点81点はいってますからまあ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 ここら辺までいくと割と高いなっていう印象ありますねそして続きましょう11位ドゥグド2007年9位ポイズンガールバンドさんこれ2年連続最下位ということででも面白いねえ審査員7人で合計点が577点で平均点が 28とまあ悪くないですよねここまでくればね。ということでこのねまだ新生 m 1グランプリは入ってこないってことで最近の m 1グランプリの得点はすごく高めであるっていうことが証明できますね過去と今どっちが面白いかっていう正確な分析はできませんがただ一つ得点は今の方が明らかに高いっていうだから特に新生 m 1グランプリの最下位の方は得点めちゃくちゃ高いですからねと。 10組の中では低いかもしれませんけども、この M1 グランプリの歴史から考えるとめちゃくちゃ高いっていうことがここでも想定できます。想像できますね。うん、で、続きましょう。行きましょう。続きまして、10位ですね。ダガダガダガダダン、2004年9位。しどりさん。あー、ここも2年、2年、2回、再開になっておりますね。 えー、合計点が570点。こっちの年も審査員7名と。平均点が81.428と。うーああ、これ81点じゃねえや、えー。ちょっとごめんなさい。間違えた。えー、っと、えー、1位。あ、83点。ごめんなさい。これは12位のポイズンさんの、ね、点だ、えー。10位の2004年の千鳥さんの平均点十83.142ですね。ね、582点の。 まあ、千鳥さんはね、まあ、面白いですから、漫才も。19位、あ、じゃあ19位じゃない。9位なのにね、十分漫才は定評があって面白いというね、ことはね、世間で広まっておりますので、M1 グランプリの最下位は、そのぐらいのレベルだっていうのがわかりますね。続き、続いていきましょう。9位ですね。9位。でででで,でん。2008年。 9 9位の9位のですねザ・パンチさん合計点が591点審査員7名の平均点が84.428ですザ・パンチさんはねなんか m 1の歴代の中でもなんか滑った扱いを審査員にされた印象なので特に滑ったみたいな印象を持ってる方多いですけどザ・パンチさんは毎年 m 1グランプリの予選ではドハマりして爆笑だったので決勝行くのは当たり前だと思われてたコンビですし ここでつまらないいじりをされてた理由っていうのはつまらないといういじりをボケでしても面白くその場の空気がなるからっていう信頼でいじってたのであって要するにネタがつまらないんじゃなくてネタもこの平場というタレント力も非常に高いなんてねまあ松本人志の放送室で高橋さんがすごくタレント力も高いんじゃないかなんてのでね評価も高かったですねザ・パンチさんはなのでねもう申し分なかったんじゃなかったっていうのは 言われてますから。まあ、9位でも、すごいなっていう。9、ね9位。まだ新生 M1 は入ってこないですね。じゃあ、8位ってみましょう。でかかかででん、8位。2010年。9位。カナリアさんですね。合計点が592点。審査員は7名。平均点は84.571。カナリアさんと言えばね、 1> まあ、m 1ファイナリストになったらなかなか解散はないと思われていますが唯一解散されているコンビでございまして、まあ、m 1のファイナリストで解散されているコンビは 3, 3組カナリアさんハリガネロックさんリアルキッズさんというこの3組もれなく面白かったんですけどいろいろな理由があり多分解散というでもカナリアさんは2人とも続けていますので芸人としてはまだ見ることができます いやー、かなりさん、カナリアさんもかなり受けてましたよ。この2010年のカナリアさんの登場のネタ、登場してネタを4分間やった、この4分間、かなりずっと受けてたのに9位ですからね。ただ9位を取るってことで、ちょっと面白くないんじゃないかと世間的に見られてるのは悲しいけど、めちゃくちゃ面白いし、現場受けもすごかった。うん。さて、続いていきましょう。7位でございます。 あ、これ面白いなぁ。まだ新生 m は入ってきませんね。7位。ドゥガ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 ドゥド,ド,ドゥン。2018年。新生ですね。10位。要するに10組になってますね。ユニバースさん。594点。審査員は7名。平均点が84.857ですね。まあ、今年の敗者復活を見ていただければ分かる通り、めちゃくちゃ面白いコンビなんですよね。メンタイが面白くて、この、 2016年でのユニバースさんというのはトップバッターで爆笑に次ぐ爆笑で松本人志さんがの会場があったかいのがネタが面白いのか分からなくなるぐらい戸惑わせるぐらいのネタの強さを見せつけて後半だったら確実に最終決戦に残ったんじゃないかぐらいの爪痕を残したのがユニバースだからその方がえ2018年最下位を取ったところでめちゃくちゃレベルの高い 大会。め、めちゃくちゃレベルの高い最下会だっていうのが伺えますね。ということで続きましていきましょう。えー、6位ですね。ドゥグドゥグド,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 ドゥドゥドゥン。2009年。9位。ハリセンボンさん。 合計が595点、審査員7名と平均85点でございますね。ハリセンボンさん、見てください、今の活躍、すごいでしょ、コメンテーターとしても活躍して、バラエティタレントとしてもすごくて、まあ、女性コンビの漫才師としては一応、過去もトップですかね、下手したら、m 1グランプリ2回決勝行ってる女性コンビっていうのは歴史でいないので、ハリセンボンさんが実質、m 1グランプリという評価のポイントで見ると、 ハリカ、ハリセンボンさんより面白い漫才師はいないと言ってもいいぐらいのところにいるんですよ。だから、そんな方が最下位。まあ、全然関係ない。面白いですよね。ここのコンビもね。はい。続いていきましょう。5位。ドカドカドカドゥドゥン。2017年10位。マジカルラブリーさんです。えー、合計点が607点、審査員が7名、平均点が86.714。結構高いですよね。86.714ですね。 まあ、今年のチャンピオンですよ。今年で、2017年の再会があったからこそ頑張って、キングオブコントその後決勝を行って、R1 グランプリで野田クリスタル優勝して、今年の M1 グランプリ2020の優勝者にもなったんじゃないかな、というイメージはありますね。そして2017年は上沼恵美子さんに怒られて、 そこの年から上沼恵美子怒られ枠というね言葉を作ったぐらいな結構な爪痕残してますねそして2020年で和解して上沼恵美子さんが番組中に謝るなんてところも見れるというかなり M1 グランプリにドラマ性を生み出している方々でございますねだからもうめちゃくちゃ面白いですよねそして4位でかでかでかでででん2016年 9位の愛席スタートさんです男女コンビですね合計でが436点この年は審査員が5名なんですよだから平均点だと87.2です高いですね 内積スタートさんもね、山崎圭さんも結婚されましたしね、まあ、幸せというところもありまして、コントもすごく面白く、最近では m 1グランプリは賛成しないで、キングオブコントに集中してコントを叩いているというコンビでございまして、まあもうここも面白い、テレビでもね、バンバン見るし、本も出してたりとかね、ドラマもね、出たい。その、山崎圭さんが出した本がドラマになったりとかね。 ちょうどいいブスなんていうね本を出して、まあ、その言葉が差別的なんじゃないかっていう話題にもなったし何かとね話題にもなっている相席スタートさんやっぱりこうやって並べてみると面白い人しかいないでしょ最下位最下位って言葉がね悪いんですよね続いていきましょう第3位ドゥデグドゥグドゥグドデン2015年9位原市さん 788点審査員が最多ですね9人平均すると87.555でございますこの年は、えー、僕のコンビバカよあなたも登場出演しているんですけども、えー、バカよあなたは8惜しくも最下位ではないんですよね最下位の方が美味しかったかなとか思ったんですけどそこを弾き返すだけの技量がないんで原市さんはね全部最下位持を全部打ち返して面白くするという技量があったんで助かったななんて思いますけど 今の活躍見ててもね、めちゃくちゃ面白いしね、澤部さんの、ね、平場能力、ね、岩井さんの文才とか、コメント力などもありますからね、めちゃくちゃ面白いですね。うん、第2位、2019年10位、ニューヨークさんですね、616点、審査員は7人、平均点は88点、結構高いです。まあ、ニューヨークさんはこの最下位をきっかけに完全に売れてますからね。 今現在のの活躍はここ再会があったからこそあるしその再会位を取った時の松本さんを笑いながら突っ込むのあんま好きじゃないんだよねってでえ屋敷さんの最悪やが非常に会場受けをするってことであこの人ら平場も強いんじゃないかっていうので大注目されねその後に今年キングオブコントをね2位取っておりますし今年の2020年もファイナリストですし。 まあ優勝候補でもあったんですけども惜しくは、惜しくも最終決戦には残らないというね、もう才能の塊みたいな人なのに最下位なんですよ。だから最下位はそんなレベル低くないという。さて、いきましょう。ラスト、1位でございます。ね。気づいてくる方もいますね。あ、1位ってひょっとしてここのコンビかってね。さあ、いきましょう。1位。2020年、今年でございます。10位。 東京ホテイソンでございますね。えー、合計点が617点、審査員は7名、平均点88.14に超高い。こういうことなんですよ。東京ホテイソンさんが、今年、あの、最下位感がすごいなかったと。いや、すごい面白かったよと。え、最下位最下位ってイメージないけどなっていうのは、ここが一番でかいんじゃないですか。得点がまず高かったのと、歴代の、 M1 グランプリの最下位の中でも1位の得点の高さ全体の得点が一番今年が高かったってことですよ、まあ、優勝者のチャンピオンの得点は去年のミルクボーイさんが最高とは言われておりますが最下位の得点の高さは今年というのがこれで証明できたと同時,同時にこんだけのメンツに東京ホテイソンが並べているということは ま、今後の活躍はかなり期待される超一級の一流の芸人さんということが証明できたんじゃないかなということが、え、ここの表でわかりますね。いやー、M1 グランプリって本当にいい大会でございますね。ということで、以上、新藤達巳のゴミラジオでした。ありがとうございました。いやきー。